はい、皆さんこんにちは。レノファ二郎の部屋へようこそ。さあ、レノファはホームでアジアの岡山さんと戦いました、最後に劇的なゴールあり、桃太郎ちゃんとの復活ありと、いろいろ見応えのある試合となりました、それではどうぞ。おはようございます、今日は12時半から試合ということで、眠いです。さすが中国ダービーということで、倉敷ナンバーのファジアーノさんのステッカーの車に2回抜かれたこともありました。ちょっとステージイベントには間に合わなかったんですが、サポーター仲間の方からファジマル君の写真を提供いただきました。ありがとうございます。あ、チョルルさんとも一緒だったんですね。招待すれば入ってくれますので、あと、もしやるんでしたらイヤホンをされた方がいいと思います。ちょっと音が割れたりして聞きにくくなると思うので、とその時はイヤホンをされて参加していただけたらと思います。多くの参加をお待ちしております。よろしくお願いします。今日の試合はもう本当にお互いが似てるようなチーム同士の戦いなんで、本当にハイテンションな試合になるかなと思います。まあ、ただそこでハイテンションなところを少しどんだけ抑えられるかとか、なんかそういうような試合を楽しめれたらいいのかなというふうに思っております。僕も2対1でレノファが勝ち点の方を持って帰らせていただいて、私たちもかかっているものがありますので、はい、スコア予想してませんでしたので、僕は0対1でファジアーノ岡山勝ちと、後半に1点取って勝つという妄想で来ています。もう出来上がっておりますので、はい、それで帰ります今日は。はい、ゼロファジさん0対1で岡山。レノマルさんのグッズが残ってました。やった。この日は宇部市サンクスデーでした。監督の庵野秀明さんが宇部出身ということで、いろいろコラボ商品を展開されているようですよ。そして当たったのがこれです。下関はチェヒョンチャン選手のサイン入りでした。あ、ヒデが帰ってきてる。ノヨリじゃん。ノヨリ。岡山さんのグッズ販売に岡山のサポーターの方が並んでいました。あ、どうも、アウェー限定のグッズがあるみたいですね。すごい。本当に岡山から多くのサポーターの方がお越しいただきまして、どうもありがとうございました。おー、レノマルさんもリオンさんもハロウィン仕様だ。
ごい、モンスター。うちに入って、まあ、拾ってもらって、本当にここまで9年間プレーすることができたので、本当に今山口には感謝しております。怪我して苦しい時や、2017年とも同じようにこう降格の危機がある時は、皆さんの声援が本当に力になりました。今日も選手を声援で後押ししてください。はい、これからは、支えていただいたサポーターさん含め、コンディションをより良くするパーソナルトレーナーという道に行こうと思っています。これからもよろしくお願いします。今日は勝ちましょう。ありがとうございました。いたずらにします。まずはバジアの岡山クラブ関係者の皆さん、そしてサポーターの皆さん、ようこそ山口へ。今はサポーターの皆さん、敬意を込めて大阪関係の拍手を送った。ぜひ今日一日試合を楽しんで、そして山口もたっぷりと楽しんでくださいね。
強よし強よしみんなおおオッケーオッケーどうしたおお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 入った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 おお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 おました1対0です。ここまでは予想通り。いやしかし岡山さんの分厚い攻撃もあるので、まだまだ警戒が必要です。もう皆さんで熱く熱く応援しましょう。頑張れ、ヌートバー。背番号6、若狭雄二に代わりまして背番号99、ルカオが入ります。引き分けに持ち込みました。大宮さんの結果も気になるところですが、ひとまずね、勝ち点1詰めたということはプラスです。そして試合後には関係者のある方にインタビューさせていただきました。今回ちょっと本編が長くなったので、また後日お伝えします。帰りにも、岡山のサポーターのご家族の方をお見かけしました。お越しくださいまして本当にありがとうございました。
今日の MJP ですが、迷ったんですが同点フリーキックの池上ジョージ選手です。ありがとうございます。いやーね、もちろんね、関健太郎選手の PK ストップも素晴らしかった。いやそれ以外にもね、再三の攻守があり、もう本当にね、関さんのおかげで勝ち点1を取れたとも言えます。いやーでも本当にね、池上選手のフリーキックも良かったですね。もうなんとなくこう蹴るときに、あーこれ入るんじゃないかな、入るんじゃないかな、あの危機を救う見事な放物線ですよ。いやー素晴らしい。というわけで池上選手のちゃんと歌わせていただきます。レッツゴー池上ジョージ、レッツゴー池上ジョージ、レッツゴー池上ジョージ、俺たちのジョージ、そして池上選手は、J リーグ出場200試合を達成されたこと、おめでとうございます。いやーね、レノファーだけで達成された記録、これはとても価値があると思います、レノファーの10番、これからもう10番を背負って頑張ってくださいね。高い以上の結果ですが、レノファー見事勝ち点1を積み上げたのですが、他のチームも勝ったりしたので、順位は20位と変わらず、そして大宮さんも勝利で勝ち点差が4に縮まってしまいました。まあこれはね、いろいろ皆さん受け止め方があると思います。私としては大宮さんだったら1試合でひっくり返ることはないので、今日の岡山戦の勝ち点1がとても大きな意味を持つと思います。まあそのね、これだけいい試合を見せてくれるクラブですから、僕は明るい未来を信じてますよ。セレノファ次節は、アウェーでベガルタ仙台さんと戦います。さあホームでは快勝した仙台さん、さあどうなるでしょうか。残り3試合、我々ができることは、勝ち点を一つでも多く積むために、声援を送り続けることだと思います。クラブの明るい未来を信じて私は応援しますよ。今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。大好きな故郷のため、レノファ山口のため、レノファ二郎頑張ります。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。